潰したせねえぜ。アグリック、やべえ。勘違いすんなよ、タケミチ。てめえを助けたわけじゃねえ。考えても考えても、俺みてえなガキが短期間で大金を手に入れるには。天竺四天王筆頭、拡張だ。早い。こいつ、犯罪に手を染めるしかなかった。稼げる犯罪を調べまくった。ま、トーマンはもうお前一人だ。悔しいぞ、タケミチ。後から仲間連れてくるなんてよ。俺が仇取ってやるよ、カクちゃん。強くなりてえから。本当に強くなったんだね。何があったんだよ。まずは悪ガキを数人集め、窃盗や恐喝をさせてみた。いいか、お前らよく聞け。捕まるやつは計画がしっかりできてねえ。すげえ傷だな。なんで。俺は情なく殺せる。しっかりできてねえから捕まる。俺の指示通り動けば絶対捕まることはね。ガキじゃ手に入んねえほどの金をつかませてやる。見ろ、イルピ。これが現実だ。花ガキ以外、トーマにはもう立てる奴がいねえ。天竺は勝ち、トーマは今日終わる。タケミッチ！計画は大成功。悪ガキどもは大喜び。噂は広まり、人が集まり。小二のガキのパンチじゃねえか、タケミチ。これ以上やったら死ぬぞ。俺のヒーローは黒川イザナだ。見損なったぜ、カクちゃん。一ヶ月経つ頃にはそこそこの窃盗団が出来上がっていた。だが所詮はガキの窃盗団、どんなにかき集めても。タケミッチ！止めろ！殺すぞ！待ってくれ！もういい、タケミッチ。これ以上は死んじまう。トーマンは負けねえ！カクちゃんじゃ俺には勝てねえよ。4000万なんて額にはほど遠い。金、金、金。本当に借りてくれるの？ああ、もちろんだよ。じゃあてめえにはあんのか、タケミッチ。その死んでも負けられねえって覚悟がよ。お前らは俺のマイキーを殺した。こいつを殺せ。初めて自分を訪ねてきてくれた新一郎君が唯一の支えだったとしたら、マイキーをどう思うんだろう。